地理的表示は、ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示である。条約や法令により、知的財産権の一つとして保護される。世界貿易機関の知的所有権の貿易関連の、側面に関する協定第22条1では、地理的表示を以下のように定義している。この協定の適用上、地理的表示とは、 ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が、当該商品の地理的原産地に主として改正られる場合において、当該商品が加盟国の領域またはその領域内の地域もしくは地方を原産地とするものであることを特定する表示を言う。一方、世界知的所有権機関の工業所有権の保護に関するパリ条約は、 原産地表示及び原産地名称を保護の対象に含めており、ワイポではこの両者を合わせて地理的表示と呼んでいる。ワイポが管理する原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定第2条では原産地名称を一下のように定義している。この協定において原産地名称とはある国、地方または土地の地理上の名称であって、 その国、地方または土地から生じる生産物を表示するために用いるものを言う。ただし、当該生産物の品質及び特徴が自然的要因及び人的要因を含む当該国、地方または土地の環境にもっぱらまたは本質的に由来する場合に限る。すなわち、競技の地理的表示や原産地名称はある地域の地名が 商品の名称として用いられるものであって、その商品の品質や特性がその地域の環境に由来するものを指す。これに対して、抗議の地理的表示や原産地表示は、ある地域の地名が商品の名称として用いられるもの全般を指す。例えば、フランスのボルドーワイン、イタリアのゴルゴンゾーラチーズ、スイスのエメンタルチーズなどが、競技の地理的表示にあたる。 WTO の TRIBS 協定では地理的表示一般について保護の義務を定めるとともにワインとスピリッツについてはさらに追加的な保護を定めている。ワイポのリスボン協定は県産地名称の国際登録制度について定めている。欧州各国は全般に地理的表示の保護に積極的であるがアメリカ合衆国などのアメリカ大陸諸国は 地理的表示の保護に対してあまり積極的ではない。これはバドワイザー対ブドバルの裁判に代表されるようにアメリカ大陸では欧州の地名に由来する商品が多く製造、販売されているためである。ウイスキーに関しては法律が制定されており国内で消費されるアメリカンウイスキーやカナディアンウイスキーは国内で特定の製法により製造されたものだけが名乗ることが できる。欧州フランスのアペラシオンドリジーヌ・コントロレ、イタリアのデノミナツヨーネ・ディオリージネ・プロテッタは、ワイン、チーズ、バターなどの農産品の地理的表示を保護するための国内制度であり、製造法や製造地域、特徴などが厳しく管理される。また、欧州連合では1992年に原産地名称保護制度を制定して、 EU 域内での地理的表示の権利保護を図っている。審判中国地理表示中華人民共和国中華人民共和国では地理的表示の主な認証機関として国家質量監督検査権益総局が担当している。中国の地理的表示製品の保護は1999年に国家質量技術監督局が交付した原産地域製品保護規定による 保護制度から正式に始まった。2000年より、商工種の事例より施行し、2001年より正式に施行。2005年には、国家質量技術監督局は保護規定を新たに、地理表示製品保護条例に改定。旧規定での指定品も含め、地理表示製品と明確に表示できるようになった。2011年5月の時点で、中国政府は、 地理的表示製品として1192の製品を承認している。日本特定農林水産物等の名称の保護に関する法律2014年6月25日、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち品質等の特性が産地と結びついており、その結びつきを特定できるような名称が付されているものについて、 その地理的表示を知的財産として保護し、もって生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的として、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律が第186回国会で成立した。2015年12月には、この法律に基づき、下記の7件が地理的表示として初めて登録された。 2021年3月12日に初の海外地名となるルックガンライチなど2種が登録されて現在で106種が登録されている。ルックガンライチは農林水産省とベトナム知的財産庁との地理的表示に係る協力応募描きに基づき両国の人 i 愛産品を相互申請する思考的事業の結果としてベトナムで鹿児島黒牛が登録となったと同時に 登録となっている。種税の保全及び種類業組合等に関する法律種類の地理的表示については、種税の保全及び種類業組合等に関する法律第86条の6第1項の規定に基づく種類の表示基準の一つとして、種類の地理的表示に関する表示基準が定められている。具体的には、 種類の地理的表示に関する表示基準を定める、県により定められている。酒の地理的表示は、世界貿易機関一となっている。なお、山梨は、生死と武道種の両方の名称とされているため、内訳の合計が16となるまた、日本が締結している、経済連携協定において、地理的表示を、相互の保護する規定が設けられているものがある。具体的には、メキシコ。 ペルー、チリ、EU、イギリスとの協定に、その規定がある。特にヒエウエパにおいては、日本側11、EU 側145が対象となっている。不正競争防止法、不正競争防止法においても、原産地等誤認弱気行為を禁止するなど、地理的表示の保護が図られている。ありがとうございます。